ね、ジャカなんかあの選手の投票でキャプテンになったじゃないですか。でね、今回の試合ですね、その、クリスタルパレスに追いつかれて、その交代の際にですね、あのファンと、まあ、言い合いしてみてあったんですけれども、なんかジャカですね、こう見た目的にこうね、左足がパワフルなキャラクターでみたいな、でね、オールバックでジャカって名前ですから、なんか魂型と言いますか、闘将みたいなイメージある方は多いのかなと思うんですけれども、普通に競り合いむちゃくちゃ嫌がりますし、ね、フリーキックの場面とか、ね、その、クリスタルパレス戦でも、キーパーにね、バーって詰めていってキーパーがロングキック蹴るときに怖いっつってこういうキュッてなってたんで、ジャカキュッてなってたんで、って考えるとジャカって結構ね、うん、なんかそういう戦う系のキャラじゃないのかなと。ね、ジャカ使うんだったら3センターの真ん中とかで、往年のミランのね、ピルロの周りにガッドゥーゾ・セイドルフとかアンブロジーニとかやってたみたいな感じで、周りにトレーラーとね、セバージョスとかグエンドゥシとか置いてあげなきゃなと思うんですけど、ただそれでね、うん、4-3-1-2 とかにするとですね、今度はトップ下にね、エジルとかね、そういった選手を置いた場合、ペペ使えなくなりますし、ね、ペペ使う4-3-3にした場合だと今度ラカゼットがオーバーメアをサイドにしなきゃいけないみたいな、うん、そういった問題出てきまして、まあ可変をねそこをうまく使うとかもいろいろやり方あるんですけど、なんかねジャカを使うことによっていろんな弊害出ている感じがしますんでね、まあジャカを批判するのもね、まあ普通にね見ているファンの人のありなんですけれども、ジャカの使い方がまず合ってるのかと、そしてトレーラーを使わないのは本当になんでなんだろうっていうね、うん、いろいろ気になるところがありますね。